はい、こんにちは。それでは今日5月12日火曜日、英語の授業をやっていこうと思いますね。5月12日火曜日。で、前回単語のテストのところをやるのを忘れていましたんで、今日やっておきますので。はい。それでは、今日は、三省堂が15ページ。それから、東書が25ページ。これが今日の試験範囲になっていますので、ここをやってみようと思います。まず最初、こっちから、三省堂から行ってみましょう。三省堂は15ページですね。はい。それでは行ってみましょう。15ページを開いてみてください。いいですか。はい。ちょっと聞かせよう。三省堂の15ページ。はい。それでは書いていってみますので、1番。I am not thirsty. はい、これ新しい単語ですね。thirsty。I'm not thirsty. 私は喉が渇いていません。私は喉が渇いていません。これは喉が渇くという I'm not thirsty。 それからその次 Are you tired? 2番 Are you tired? question mark。 あなたは tired。 疲れている。あなたは疲れていますか。 Are you tired? その次、 Are you okay, Ken? 3番は、これも Are you ね。 Are you okay, Ken?人の名前の前にはカンマをつけましょう。ということで、ケン、あなたは大丈夫ですか ?Are you okay, Ken?Okay.Okay. 大丈夫。ケ、は、ン、い、あなたは大丈夫ですか。次、4番。4番は I'm glad, Emma. I move ですね。I'm glad, Emma. で、ここもカンマが入ってますので、人の名前 gladグラッド、嬉しい。I'm glad, Emma. Emma, 私は嬉しいですよ。Emma, 私は嬉しいですよ。5番。Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry.おうですから、まあですね、うわとかいう感じですね。おう、I'm sorry、すみません。I'm sorry、すみません。おう、I'm sorry、よく使いますね。おう、I'm sorry。はい、その次、6番、No problem。6番、No problem。
No problem. No problem. Problem は問題がある。で、その前に No がついてありますから、No problem. 問題ないですよ。No problem. 問題ないですよ。なるほど。See you, Taro. See you, Taro. これも人の名前の前にカンマがついてますので、See you. See you は別れるときですね、いう言葉。さようならとか、またね。あなたに会いますというですね。あなたを見ます。またね。あるいはさようなら。バイバイというですね。8番。サンキュー一郎。サンクユー一郎。これも人の名前の前にカンマがついています。サンクユーですから、つなげて読むとサンキュー。サンキューというふうになります。ありがとう、一郎。あるいは一度ありがとう。9番。You are welcome. Mary. You are welcome.You are welcome, Mary. You are welcome. どういたしまして。どういたしまして、Mary。それから最後、10番。I'm not from China. あ、もう楽勝かな。I'm not from China.私は中国出身ではありませんという意味ですね、はい、それではもう一回読んでみますので見ておいてください。 I am not thirsty. I am not thirsty. 私は喉が渇いていません。 not ですからいません。 Are you tired? Are you tired? あなたは疲れていますか? Are you tired? Are you okay? Ken?Ken, 大丈夫ですか? Ken, 大丈夫ですか? あるいは Ken, あなたは大丈夫ですか? 4番 I'm glad, Emma. I'm glad, Emma. Emma, 私は嬉しいですよ。5番 Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. まあ、すみません。ね、それから6番 No problem. No problem. 問題ないですよ。大丈夫ですよ。ですね。No problem. それから、See you, Taro. See you, Taro. Taro をまたね。またね。さようなら。また明日会いましょう。こういう感じ。8番、Thank you, Ichiro. Ichiro, ありがとう。この辺も大丈夫かな。はい。それから、You are welcome, Meilin. You are welcome, Meilin. Meilin.どういたしまして、あるいはどういたしまして、メイリン。最後、I'm not from China. I'm not from China. 私は中国出身ではありません。これだけですね。はい、意味が分かって書けるようにしておいてください。特に初めて出てきたような単語ですね。thirsty とか tired、glad。この辺がちょっと書きにくいかな。Welcome. Problem. Problem なんかがあるかと思いますが、頑張って覚えてみてください。はい。それでは自分でちょっと練習をしてみてください。で、その間今度は、当初の方ですね。当初は今日25ページ、単語になっていますので、25ページの単語をやってみましょう。
それではいってみましょう。まず、こっち側ですね、表の中の単語を見て、こっちを日本語を探していきますので、ペンシル、ステン。これは半分日本語になってるかな？ペンシル。鉛筆ですね。ペンシル。25。鉛筆。それから、その次、You are welcome. You are welcome. You are welcome. さっき忘れとった10番。鉛筆。You are welcome. どういたしまして。You are welcome. どういたしまして。13番ですね。13番。どういたしまして。その次が、my。私の。my。私の。どこにあるかな？私の。私の。5番。私の。その次はノートブック。ノートブック。ノートですね。ノートブックと言います。ノートブック。これは7本。それから、that's。次は、that's。あれは何々ですということですね。that is の短縮形。9番。that's. それから it's. 次は it's. 何々です。ですからこれは3番。その次、eraser. eraser. はい、これは覚えてみましょうね。eraser. 消しゴムですから14番。14番。消しゴム。ちょっと時々出てきますが、最初、E で始まっていますので、A をつける場合は、A になりますよ。これを覚えておきましょう。Eraser。その次、This。これは近くにあるものですね。これ、1番。それから、Thank you。Thank you。これ、サンクユー。つなげて、サンキュー。つなげて、サンキュー。ありがとうですね。12番。ありがとう。Here you are.Here you are.You are であなたは何々ですという意味なんですが、Here you are になると、はい、どうぞという意味になりますので、これは11番。はい、どうぞ。これを覚えてみましょうね。Here you are. はい、どうぞ。どこにもはいっていうのも、どうぞっていうのもないんですが、Here you are で、はい、どうぞという意味になります。それから次、that。はい、これももう何遍も練習したんで OK かと思いますが、2番。それから次、ペン。ペンは6番。ペン。その次が You are。 You are 代名詞というやつですね。 You are あなたの、あなたたちの。4番。You are. それから You are. You are. これはあなたは何々ですということで10番。10番。You are. You are の短縮形。You are. 最後は Marker. Marker.8番ですね。マーカー。
はい、これは韓国語、日本語になっているかと思いますので、これだけ。じゃあもう一回見てみましょうね。Pencil。それから、You are welcome.You are welcome.My notebook.That is.Eraser.This.Thank you.Here you are.That pen.You are.You are.Make a marker というふうになります。はい。これまた練習をして単語のテストをやってみてください。はい。じゃこれは、横へ置いといて、みんな単語のテストをやってみてくださいよ。はい。それでは今日は39ページ。これですね、問題集39ページの答え合わせをやってみましょう。もうだいぶ英語になれたかと思いますので、やってみましょう。7-1。次の日本文に合う英文になるように、括弧に適する語を書きなさい。これは有事の鉛筆です。これは有事の鉛筆です。This is ちょっと見ておいてください。これだと有事鉛筆になりますので、有事の脳が入らないといけないんで、ここに、チョン S が入ります。人の名前プラス S。プラス、チョン S は、人の名前のという意味になりますので、これで uses pencil。This is uses pencil。マキのお父さんは歌手です。ここも出てくる。マキのと書いてありますので、マキのファーザー。マキのお父さん。これでマキのお父さんですね。マキのお父さんは歌手です。後ろも書いてみましょうか。He's a singer. Maki's father is a singer. これが答えですね。これが答えですね。え、3番。これは私の母の本です。This is...My mother's book. はい、これもちょっと説明をしますので見ておいてください。これは私の、この単語自体がもう私のという、これは母、これは本という単語になりますので、これは私の母本ですということになってしまいますので、母のにしたいんで、これをつけてやらないといけない。ジョンメス。これは私の母の本です。のが言います。の。それから4番。あれは佐藤さんの車ですか？これもう OK ですかね？4番。佐藤さんの車。ミスター佐藤カーですから、佐藤さんのですから、佐藤さんの。これでのに、佐藤さんの車。佐藤さんの車。5番、私のお兄さん、
ごめんなさい。彼のお兄さんの名前は何ですか？こっちいいですか？ここちょっと見ておきましょうね。彼のお兄さんの名前。彼のは his。 お兄さん、これは brother。 名前、これは name。 で、最後 no が残っていますんで、ここに今までと同じようにブラザーズというのがつきます。His brother's name。What's his brother's name? というふうになります。ここ全部、チョン S ですね。アポストロフィーと S というふうになります。いうふうです。はい、ここよく出てくるので覚えておきましょう。8番、次の日本文に合う英文になるようにカッコの語を並べ替えなさい。あの女の人はグリーンさんです。ちょっと書こうかな。あの女の人はグリーンさんです。はい、こう並び替えという問題なんですが、必ず何々は何々ですと、こういうふうに区切りましょうですね。あの女の人はグリーンさんです。ですよ。 That 女の人、 Woman。 That woman。 次、英語では必ず誰がどうするですから、何々ですですから、 It's That woman is green さん、そう書いた Meets green というような、 That woman is meets green で、ここに is というのがあります。これは何々ですというのですが、ここの前までが勝手に和という言葉が入ることができますので、あの女の人はミス・グリーン、グリーンさんですというふうになります。必ず何々は何々です、何々をという順番になりますので、その次、グリーンさんというのは誰ですか？グリーンさんというのは誰ですか？この文際の大切なところは誰？まだ習ってないんですが、いつ、どこで、何を、どうする、こういう言葉ですね。いつ、どこで、誰が、何を、どうする、こういう言葉がある場合は必ずこの言葉を文の最初に持ってきます。で、who ですから、誰っていうのは who なんで、ここはで、ですかという疑問文なので、Who is Miss Green? Miss Green。 で、クエスチョンマーク、必ずクエスチョンマーク、カーがついてますから、クエスチョンマークをつける。 Who is Miss Green? 彼女は私の音楽の先生です。3番、
彼女は私の音楽の先生です。はい、ここも大分けてください。彼女は私の音楽の先生です。こういうふうに分かりますので、まず何々は she、何々です。is、私の音楽の先生。my、music teacher というふうになります。She is my music teacher というふうになります。OK ですか？はい。4番。彼女はオーストラリアの出身ではありません。これもう何回も出てきたんで、日本語は書きませんが、She is not from Australia. She is not from Australia. これはもう何遍も見てるんでできたんではないかと思いますが、5番。これは彼女のお兄さんのラケットです。これもさっきと一緒で、これは何々です。ですから、This is。これは何々です。彼女のお兄さん。彼女のお兄さん。ラケット。ラケットですなんですが、これさっきと同じように、これはもう彼女のという意味。彼女の。ブラザーはお兄さん。これはラケット。ラケットという意味になりますので、この中で抜けているのはお兄さんのという。のが抜けていますので、の。This is her brother's racket.というふうになります。This is her brother's racket. 次、6番。彼はテニスの選手ですか？ですから、疑問文。疑問文。Is he? 彼は何々ですか？テニスの選手。テニス。プレイヤー、クエスチョンマーク。もう一個。テニスの選手は数えられるんで、ここにあが入ります。Is he a tennis player? はい、そうです。Yes, he is. というふうになります。はい、できてましたでしょうか。大体 OK かな。はい。その次、40ページへ行ってみましょうか。40ページ。はい、それで40ページ行ってみましょう。どこまでいけるかな。はい、1、次の文の括弧に、括弧内の語を適する形に直して、書きなさい。直す必要のないものはそのまま書きなさい。はい、では行きましょう。1番。That boy is Jiro. あの男の子は Jiro です。で、その次書いてあるのが、なんとか、Brother is my classmate.ここ、he を適当な形に直しなさいということなんで、ここ、お兄さんということですから、彼のお兄さんにならないといけないんで、ここは his があります。彼のお兄さん。彼のお兄さん。2番、
This is Miss Oka. こちらは岡先生です。女の人の話ですから、彼女は私の数学の先生ですということで、ここに入るのは She is my music teacher. She is my music teacher. 3番 This is Ken's dog. 3番 This is Ken's dog. なんとか name is シロ。Name is シロ。ここまあ it と書いてあるんでわかるかとか、犬の話をしていますんで、ここには、he とか she とか使えないんで、その名前はということになりますんで、その、つかここは、its name is シロ。its name is シロ。ちょっとここ書いてみますんで、its その、It's これは It is でそれは何々ですと全然違う言葉なんで、これがあるかないかで全然違う言葉になりますので It's その名前は、シロです。4番Is that your bike? あれはあなたの自転車ですか? No, it isn't. No, it is. 自転車の話をしてるんですね。これは。で、その次、It's my なんとか bike. Sister が入ってますので、それは私の姉の自転車です。ですから、妹でもいいですが、あるいは妹の自転車。バイク。シスターが入るんですが、ノーがついていますので、シスターズが入ります。It's my sister's bike. It's my sister's bike. というふうになります。はい、5番。This is my sister.こちらは私の姉です。なんとかね、is香り。香り。というふうになります。で、こう C を使いなさいってあります。名前、彼女の名前なで、her name 彼女の名前、 her でもう彼女のという意味になりますので、彼女の名前は、香りですというふうになります。はい、ここまでにしておきましょうか。で、今日の宿題を書いておきますので、42、43テキスト P42、43、それから宿題プリントがあると思いますので、宿題プリントをやっておいてください。
今日はここまでにしておきますね。はい、お疲れ様でした。